じゃあここから幸せって何でしょうかってことです。さっきもまかないとき喋ってました、幸せって何なんですかねみたいな。国によって違うもんでしょうか、もしくは時代によって違うもんでしょうか、どうでしょうね皆さん、幸せって何でしょうかね。確かに時代ごとによってその文化が違うしテクノロジーも違うから幸せってのは違うかもしれないね。インターネットでなんかゲームして結果出ました、成果出ましたっていうのが今の人たちのなんか幸せなのかもしれないし、もしくはなんか昨日はお友達と一緒にご飯食べててなんか楽しいなっていうの幸せなのかもしれないし、いろんな幸せっていうのがありますね。でもね、何なのかってことを考えた時に自分だけ幸せっていうのはありえるかどうかってことを考えてほしいんですよ。自分一人ハッピーっていう、例えば自分一人幸せ、家族全員不幸、ありえると思います？ありえなさそうですよね。あともう一個、例えば友達がいない、幸せでしょうかそれは。自分むっちゃなんかね、インターネットでこうゲームしてるのし私幸せみたいな、でも誰も友達いませんと、それは本当に幸せなのかっていう、まあある意味幸せなのかもしれませんけどね、それはね。でもやっぱりなんかそれを分かち合える、まあ、インターネット上のつながりかもしれませんけども、友達であったり仲間であったり家族があったりっていうのがあるから多分幸せですね。うん、そうやって自分だけ幸せっていうよりかは幸せっていうのは常に分かち合うもんなんだと思います。家族であったりだとか友達であったりだとか仲間であったりだとか、そういった人たちと分かち合ってこそ幸せなんだと思いますね。で、多分みんなも人生の中でなんかちょっと経験したことあるかもしれません。例えば誰かに喜んでもらったとか、誰かの笑顔を見た時に、あ、なんか自分もちょっと幸せだなとかね。スポーツでなんかこう一緒に会って、そしてなんかチームが勝ったとかっていう時に、あ、なんか幸せだなっていうふうにして感じたりっていうのはあると思いますね。つまりそれは分かち合ってるから幸せなんですよ、自分だけじゃなくて。もちろん個人競技の場合は自分一人勝ってイエーイみたいなのもあるかもしれませんけれども、でもそれっていうのも結局なんか、あ、幸せだなって感じてる時って、自分のその教えてくれたコーチであったり、もしくは自分を支えてくれた仲間に対して、ああ、ありがたいなみたいな気持ちっていうのが出てくるから、その幸せっていうのはあるんだと思いますね。そう、希望と幸せってのはつながってるわけなんです。でもっと言いましょう、この希望と幸せを支えてるものって一体何なのかっていうことなんですね。でね、これつながってます。希望がない、幸せがない、なんでなのかってことなんですね。でね、例えばね、このつれづれ草、僕も最近読んでるんですよ、ずっとね。でこのつれづれ草の中に、ああ俺幸せやなって言葉は出てこないですね。幸せって概念がないんですよ、この鎌倉時代において、つれづれ草の時代の中に。でもこの吉田兼好っていう方はどういう時に幸せを感じてるのかなみたいなことはずっと読みながら考えてました。それはちょっとまた後ほど言います。でね、僕は神道研究家として一応神社の研究したり神話の研究したりしてるんですけれども、その神社行くとお祭りってあります。でお祭りの中でいろんな種類があるんですね。毎日ちっちゃいお祭りってやってるんですよ、神社で。朝のお祭りとかね、なんか神様への感謝のお祭りとかってやってるし、毎月1日はお祭りしてるし、毎月15日もお祭りしてるっていうちっちゃなお祭りってあるんですけども、大祭といって大きなお祭りがあるんですね、年間の中でも。それ神社が始まったって言われてる日だとか、神社にとっての記念日みたいなもので神社によって違ったりするんですけど、共通の大祭があるんですよ。でそれが何かっていうと、一つが五穀豊穣を祈願するお祭りなんですね。つまり今年1年豊作でありますようにっていう祈りで、もう一つのお祭りが今年1年五穀豊穣ありがとうございましたっていうお祭りなんですよ。この2つが大祭です。でね、こういうね、古典とか読むのってむちゃくちゃいいと思っていて、なんでかっていうと、やっぱね、鎌倉時代の人たちと今の我々って感覚というか、もう心が全然違うんですよね。それって想像するしかないわけなんですよ。例えば今の我々がこの鎌倉時代にバーンとタイムスリップして吉田兼好に話しかけて、多分言葉通じるか多分通じないんですよね、あんまり。
なんか YouTube の音声とかで、それこそ今から60年前とか70年前のなんか沖縄の人たちの会話とか聞けたりします。何言ってもわかんないです、ちなみに。本当わかんないです。 YouTube で一回聞いてください。70年前の沖縄県民は何かわかんないですね。で、東北の人たちは北海道もそうなんですよ。もう何言ってんかこの人たちわかんないな。じゃあ鎌倉時代の日本人とどれぐらい会話成り立つかっていうと、多分あんま成り立たないんですよね。で、今の我々の常識と鎌倉時代の人たちの常識っていうのは多分全然違うわけなんですよ。でもね、なんでこういったね古典学ぶのがいいかって言ったら、この人たちがいるから僕らいるわけでしょ。この人たちいなきゃ僕らいないわけなんですよ、ね、だってずっとご先祖さん辿っていったら鎌倉時代の誰かなんですよ、僕たちっていうのは。でね、今我々が当たり前にあると思ってるんですけれども、それって本当に当たり前なんでしょうかってことをちょっと考えてほしいんですね。例えば水道をひねったら水が出てきてそれ飲めますね。で、ユニワではいっぱい浄水器通して最高の水飲めますようにってさせてもらってますけども、まあ普通に別に浄水器通さなくても飲めるじゃないですか。そんな国日本だけです。いいですか。海外行って蛇口ギャッとひねって水飲めるかって、飲めないです。どこの国も飲んだらお腹下します、病気になります。水飲もうと思ったら水買うしかないわけなんですよ。飲める水ってむちゃくちゃありがたいんですね。で、例えば道路って当たり前にあるじゃないですか。でも例えば今から100年前にしましょう、分かりやすく。50年前でもいいです。50年前クズハにこんな道路あったかっていうとないですね。50年前このクズハはほとんど田んぼです。ほとんど田んぼだったところを京阪グループがここを住宅地にしようっていうふうにして開発計画立てて、綺麗な町になりますようにってこというふうにして作られたのがこのクズハっていう町です。で、今我々が当たり前に使ってるこの日本語ってありますよね。で、この日本語っていうものはそれこそこの鎌倉時代から吉田兼好さんがいて、そして連綿と脈々となんか若干方言とか言い方っていうものを変化しながら今我々に引き継がれて日本語っていうものを作ってるわけなんですね。いいですか。日本語とか国土とか道路とか水とか自然とか当たり前にあるって思ってるんですけども、それって本当に当たり前なんでしょうかってことです。日本人ってね、この島国の中で当たり前のようにみんなこの領域の中で日本語を使ってる。でもあの辺りだといろんな宗教の人たちがいる、もっといろんな言語の人たちもいるね。で、その中で自分たちが使ってる言語ももはや当たり前じゃなければね、水も当たり前じゃなければっていう状況の中で生きてるわけなんですね。いいですか。幸せって何なのかっていう話に戻ります。でね、僕つれづれ草読んでて、これが多分幸せっていう感覚に近いなって思った一節があるんですね。第19段のところです。ちょっと読み上げますね。四季の移り変わる様子は何につけても心にしみるものがある。原文は折伏の移り変わるこそ物事に哀れなれと書いてます。そう、哀れなんですよ。哀れね。で、哀れっていうのが多分幸せやなとかありがたいなとか、なんかそういう感覚にすっごい一番近いんじゃないのかなと思いました。でね、ここでね、僕すごい印象的なのが、要は四季の移り変わりの感じた時になんか幸せって感じるなみたいなこと言ってるわけなんですね。で、それは鳥の声、いかにも春らしく聞こえてきて、のどかな春の日を浴びて、垣根の草が芽を出し始める。次第に花が春が深くなると、霞が一面をたなびくようになり、桜の花が今にも開こうとする。そんな時に雨や風の日が続いて慌ただしく散りすぎてしまう。こうして青葉の時期になるまであれやこれや気をもむ日々が続くのだ。ここね、次、橘の花は昔を忍ばせる花として有名だがって書いてます。橘の花って知ってます、みんな。で、ここでね、言葉が出てくる。花立ち花何こそ終えれ。花立ち花なんですよ。いいですか。
お花イコール立花って書いてる。立花って何かっていうと柑橘類っていうじゃないですか。いやみかんの系統なんですよね、柑橘類っていうのは。まあこういう感じ書きますよね。今でこそ私たちが食べてるあのみかんっていうのは当たり前にあれが僕らのみかんだと思ってますけども、あんな甘ったるいみかんは昔のみかんじゃないわけなんですよ。今から、これみかんがどうやって日本に渡ってきたのかっていうことが日本の神話古事記日本書紀の中に書かれています。田島守っていう方がいたんですね、まあ、神様のような、まあ、実在した人物だと思いますけどね。でも奈良県に行ったら田島守を祀ってる神社はあります。田島守っていう方がですよね、常世の国に行ったと。そしてこの常世の国からですね、橘の果実を持ってきましたと。でそれはその香り、その味わい、なんとも素晴らしくて、それを食べるとまるで時間が止まったかのような感覚になりますっていうことが古事記日本書紀に書かれてるわけなんですよ、ね、これを橘と言います。で今から2000年ぐらい前に日本にやってきたわけなんですね。でね、あの天皇が例えばこうお住まいになる場所、こう儀式する場所、神殿っていうんですけども、神殿のこう、ね、天皇から見て右の方には橘が植えられます。で左の方には桜が植えられます。でね、昔からこの時代鎌倉時代は花橘なんですよ。お花っつったらやっぱ橘だよねみたいなことなんですね。さあ今その橘どうなってるかっていうと絶滅危惧種です。絶滅危惧種、もうこのままほっとくとなくなります。次もう何十年かして何百年かして、ね、あんまりそれを大事にしなくなったわけなんですよ日本人は。だから、まあ、炭の材料だとかそういったものにするために、あの備長炭の材料とかにするために、まあ、バンバン使っていって伐採していって、気がついたらなくなりかけてるっていう現状なんですけれども、この間僕ね、この橘、花橘を守ろうっていう活動をしてる方に会いに行ったんですね。僕ね、去年ねお客さんからいただいてこの橘の実を食べたわけなんですよ。あのみかんのなんかちっちゃいバージョンでピンポン玉ぐらいの大きさです。でね食べたんですけどね、本当に時間が止まったかのような感覚になったんですよ。味はね甘くないです。甘くないけどその香りを嗅いだ時に、時軸の家具の好みって言うんですけども、時間止まったような感覚になりました。これすっげーと思って、僕みかん好きなんですね、大好きなんですよ、毎日食べてます冬になったら。でも思ったんですよ、俺今まで食べてたみかんじゃなかったって、これが本当のみかんだったのかって思ったわけなんですよ。で、たまたま手に入れてもう一ついただきました。これ本当うまいな、すっげーなって、そっから僕みかん食べる量減ったんですね。究極を知ってしまうともうなんか美味しいと思えないわけなわけなんですよ。いい例えかどうか分かりませんけどね、まあまあ今いろんな例えあるじゃないですか、そういうのね。あなんか今まであれがなんかすごいいい映画だと思ってたけれども、むっちゃいい映画見てもうたらこれそうじゃないなみたいな、なんか風なものってあるじゃないですか人生においても。それを僕は知っちゃったわけなんですよ。でこの間僕ね、花橘の香り嗅ぎに行ったんですよ。今のちょうどこのゴールデンウィークの頭ぐらいが今でいうところの花橘の季節で、橘のお花が咲いてる季節なんですね。本当に今この動画撮ってるまさにこれぐらいのタイミングです。でね、橘の香り嗅いだんですけど、すごかったですね。本当にいい香り、お花の香り一つでこんな幸せになれるのかって思いました。で昔はね、例えば今でこそ当たり前と思ってるものが当時の当たり前じゃないことってすごくあります。お風呂入るのは当たり前でしょ、入れなかったら多分気持ち悪いですよね、大半の人にとってみて。でもこのぐらいの時代の人ってお風呂ないんですよ別に。川で水浴びしたりはあったし、体拭いたりはあったと思うんですけども、まあお風呂みたいなものが広がっていったっていうのは、まあ、江戸とかですよね、それぐらいにガーッとこう広がっていって、今でこそ毎日お風呂入るって当たり前になってますけども、まあ、戦前とかって別にそうでもないわけなんですよね。でね、ほなどうするのって、大衆きつくなるじゃんみたいなって思いますよね。で確かにしばらくお風呂入らないと体臭きつくなるんですけども、ただこれもねいろいろありますね。化学物質だとかお肉とかバンバン食べるから体臭出るんじゃないのかみたいな風な話もあったりしますね。それは話それるからさておきなんですけども、いずれにせよいいですか、これね枕草子読んだら分かるんですけれども、女性のね色気の話もありますよね。そう、女性って色気が大事。色気の気って何ですか、香りですよね。つまりは
香りっていうのはフェロモンなんですよ。これはフェロモンで、つまりは美しいものとかかっこいい人とか綺麗な女性っていうのはフェロモン、香りが顔を売るわけなんですよね。皆さんもいい男になるっていうのはいい香りがする男になるってことなんですよ。あ、なんかポーっていい香りがするっていうのはポーっとなんかこの人といると気持ちいいなみたいなことなんですね。でつれづれ草読んだら分かりますよね。そういう男を目指せって書いてますよね、この中ね。そういう女性目指せって書いてますよね。それが幸せなんだって書いてますよね。まあまあ別にそれはいいんですけれども、いいですか。でね、大衆ちょっと気にするなるじゃないですか。どうしたかっていうと、橘の羽織の花の香りをつけたんですよ、当時の日本人の女性は。で、橘の花をですよね、こう忍ばせるわけです。でそうすると近くに言うと橘の花の香りがして、はあ、気持ちいいみたいな感じになるわけですよ。なるわけなんですよね。そう、何かというと幸せの話ね。いいですか。幸せっていうのはどうやってなれるかというと、いいですか、頭で幸せってなれるというか感じてなるもんなんですよ。いいですか。四季の香りを感じた時に哀れというふうにして言ってる、ね、で基本的にこのつれづれ草で吉田健康さんが幸せって感じてる時はみんな感じて幸せなんですね。遠く離れた寺院神社などに誰も言わず出かけて泊まりがけでお祈りする、それもなかなかいいものだなと書いてますし、また書いていることがありますね。一人灯火の下で読書して作者や登場人物など知らない昔の人を友とするのは心が安らぐと、ね、博士文書、老子宗師などもふさわしい。我が国の博士たちが書いた本も昔のは心に染みる内容のものが多いと書いてます。で、あとね、この吉田健康さんが書いてる幸せっていうのは基本的に欲深く生きるなって書いてますね。多分そうということです。欲出したらまあろくなことないよということを書いておりまして、幸せっていうのはそうやってなんか古典読んだりとか花の香りを嗅いだりだとか旅をしたりだとか、そういう時に幸せなんだっていう風にして感じてるように思います。多分これね、1000年前の日本人から変わらないし、多分世界中共通法則なのかなという風にして思います。あー、お花の香りいいなって、でお花の香りを例えば感じたとか、もしくはそういった古典を読みましたとか、もしくは神社参拝しましたとかっていう風にして共通するものは一体何かなんですよね。何だと思います？いいですか。そのお花を守ってる人たちがいるんですよ。やっぱり大和立花の花、守る人がいなければ滅んでいくんです。だから今奈良県で必死にそれを守ろうっていう活動している方がいます。古典もそうですよね。老子という思想家が今から2500年前にいた、それを翻訳する日本人がいて吉田健康の時代にやっぱ読んでたわけなんですね。で地方の神社に行って、ああいいなとか言ってる、その地方の神社を守ってる人たちがいるんですよ。いいですか。それってどういうことですかって、ありがたいことなんですよ。ありがたいことなんですね。でそれを昔の日本語では片付けないって書いてます。片付けなきっていう言葉がありますね。まあ、この吉田健康さんよりも少し前の方に西行法師っていう方がいます。西行法師さんが伊勢神宮にお参りした時に何てか読んだかっていうと、何者のおわしますかは知らねども、かたじけなさに涙こぼれるって書いたんですね。つまりこの伊勢に何がおるか知らんけども、でもかたじけなくて感謝で涙がこぼれるんだって西行法師さんは呼んだわけなんですよ。いいですか。そこは伊勢神宮を作った人、伊勢神宮を守ってきた人に対する感謝の気持ちです。つまりね、希望と幸せと感謝っていうのはセットなんですね。でさっきの話戻ります。いいですか。私たちは当たり前って思ってるものがある。でも道路って当たり前じゃないですよ。なんで道路ありますかって、いいですか。これは政治家がいるからです。明石海峡橋ってなんで架けられましたかってね、淡路島、昔は島で船で渡ってたわけですよね。これ不便やなってね、これ賭けなあかんなって思って頑張った政治家さんがいたからですね。道路もそうです、水道もそうです。それを守ろうとしてる方たちがいて、まあ、それは政治家のみならず民間の方もいて政治家の方もいて、みんなの力でこれ道路作ろうとかっていうふうにしてやってるから守られてるわけなんですね。水道だってそうですよ。
水道もですよね、これ この町にこの村に水道が通りますようにっていうふうにしてやってる方たちがいたから当たり前のように水を飲めてる。日本語もそうですね。ご先祖さんがいてずっとそれを使ってきた人たちがいるからそうです。この日本の国土自然だってそうです。それを守ってる人たちがいるからあるわけなんですね。そういうことね、なんか忘れて、なんか当たり前のように僕らは日本語使ったり水道使ったり道路使ったりしてるわけなんですね。電気だってそうです。暗くて見えないじゃないですか。暗くてコミュニケーション取れない。だから昔は毎回毎回火を焚いていた、ね、火焚くのめんどくさい。でもめんどくさくても火焚いて、ああ火の神様ありがとうっていう風にして思えてたんですけど、今パチッと一個電気押したら電気つくじゃないですか。だから電気とか明るさに対する感謝とかありがたみなんて誰も思ってないわけなんですよ。じゃあいつそういったものを感謝しますかってことなんですね。いつだと思います？人はどんな時に感謝するかって。多くは失って思うんですよ。失って気づくんですよ、大事なことって。みんなもそういう経験ないですか？大事な友達がいなくなったって、別れたって、なんかあれでしょ、そういう経験。小学校の友達離れてった、中学校の友達離れてったって、あああの友達いてくれたよかったなって、お世話になった学校の先生がいた、別れた、その時にあああの人いてくれてよかったんだなって気づいたことってないですかね。もう40年も生きてるんで結構ありますね。そのたんびに後悔します。もっと優しくしとったらよかったなとか、もっと伝えたいことあったなとか、もっとなんか自分にできたことあるんじゃないのかなっていう後悔の連続です。失って気づくんですよ、大体人生で大事なことって。でも僕ね、15歳の時からみんなぐらいの年齢の時から南極老人からずっと教わってきたことがある。何かっていうと、失って気づいたんじゃ遅いってことなんですよ。いいですか、失わないと人間気づかないよねっていう延長線上にあるのは、人類滅びないと気づかないんですよ。日本滅びないと気づかないっていうことなんですね。いいですか、日本失ってから日本っていい国だったよねとか、100年後も日本ってあるかどうか分かんないですよ。今政府は移民政策っていうのを進めてますね。埼玉県川口市、クルド人っていう人たちがもうバンバン入ってきて、なんか治安悪くなったりしてすげえ揉めてます。基本的には移民増やしていこうっていう方針です、政府は。で、移民バンバン増えてきますよね。みんな英語学んでますよね。日本語がなくなるかもしれないね。100年後200年後いろんな移民の人たちがガーッと流れ込んできて、誰も日本語を使ってない日本になったらどうなりますかってことです。それは日本って言えるんでしょうか？僕は日本って言えないと思う。それはなら、なんか日本っていい国だったよねって、失ってから気づいたら遅いと思うから、日本語ってすごいよねとか、もしくは神社ね、1000年前とか2000年前から守られているような神社っていうのが日本はすごいんですよ。そこら中にあるわけなんですよ。クズハだってあります。今から1500年前に慶太天皇っていう方がいて、慶太天皇がそこで即位したんですよ。でそこで即位して、まあ、やがて奈良県の方に入ってったんですけどね。そして泣くようぐいす平安京桓武天皇っていう方がいて、桓武天皇がそこに神社建てたんですよ。ここは重要な場所だからって言って、なら1200年間そこの神社って守られ続けてます、住宅街の中で。別にこの葛葉の町には片野天神社っていうそういう神社がありますけども、隣の牧野に行ってもそれはあります。さらに大人平方市に行ってもある。ずっと1000年以上前から守ってきてるような神社仏閣っていうものが日本にはあるわけなんですね。でそれは日本にしかないって皆さんおっしゃいます。世界中旅した方、どんな町でもどんな村でも神社があるってすごいことなんだって、守ってきてるからなんですね。でもこれから移民政策バンバンやってきます、みんな日本語使えなくなります、神社とかあって意味ないよねとかやりだすと、もう日本は日本じゃなくなる可能性があるなって思ってるんですね。で僕はね、勉強する意味ってそこだと思います。何がですよ、いいですか、幸せと感謝ってつながってる。でもね、知らなかったら感謝ってできないじゃないですか。何も知らなかったら感謝なんてできないんですよ、人は。うん、日本語だってそうです。つれづれ草、この人たちがいたから僕たちはいる。つれづれ草学んで、あ、この人たちがね、当時のなんか日本のなんか良くしようとか、神社とか守ろうとか、日本語を守ろうってやってるから今の自分があるわけなんですね。命だってそうですよ。命だって当たり前にあるって思ってます。思ってるかどうか知りませんけど、当たり前にあるって思ってるかどうかわかりませんけど、ああ命あってありがたいなって、なんで生きてるのってことですよね。それはどの学問から学びますかって、生物から学ぶわけじゃないですか。
生物ってそうでしょ、生き物っていう学問じゃないですか。植物であれ動物であれ生きるって何なのってことを学んでる。でもね、生物やったってなんで生きてるか分かんないですよ。生物やってる人答えられますか、生きる原理について。なんで死ぬか知ってますか。現代科学ではなんで死ぬかなんで生きるかってこと解き明かせてないですよ。でも生物っていうわけわからん学問やってるわけなんですよ。僕らはよくわからんけど生きてるんですよ。僕らは現代科学ではなぜ死ぬかってこと分かってません。人は病気で死ぬんじゃないですよ。病気でも何十年も生きてる方います。じゃあ人はなんで死ぬのって、多分ちょっとずつ解き明かされてますけどね。だいぶちょっとなんか解き明かされつつあるけども、学校の生物の授業では教わりません。それはもはや大学の最先端の研究になってきます。人はなぜ死ぬのか、生き物はなぜ死ぬのかっていうね。なんで生きてるのかも分かってないですよ。一つ言えるのは、生き物っていうのは息をしてるってことだけです。息が途絶えたら死ぬんですよ。じゃあなんで私たち息してんのって、心臓動いてるからってね。でも脳がなくなっても人はあれじゃんってね、息しなくなったりするじゃんって。いや脳がなくなっても、脳が働かなくなっても生きてはしてる人いますよ。いや要はなんで生きてんのかってことのメカニズムって分かってないってことです。で僕らね、バカみたいなことやってること必ずよくあるわけなんですよ。生物学ってやるでしょ。でも生物と物理って多分繋がってるでしょ、根底ではさ。だって動くのは物理法則です。もっと言うと物理学でやる電磁気学ってありますね。これ物理学の範疇になってます。でも生き物って電気的なエネルギーで動いてますよ。これは脳から電気的な信号で発されて、そして手が動いたりだとか足が動いたりとか、こうやって喋ったりしてますね。だから電気と生き物つながってるじゃないですか。もっと言うと科学じゃないですか。こんなもんバラバラに勉強するのっておかしな話なんですよ本来は。なんでこんなことで切れてんねんって話なんですけども、このおっさんはおかしな話なんですねこれね。ああで、あれですよ、おかしな勉強やってんのはすごくある。例えば日本史と世界史だってそうなんですよね。だって世界史の一部じゃないですか、日本史っていうのは、ね、切り離してやりますね。僕はね、世界史やっとったらよかったなって思ってます。本当すごい後悔してる、世界史やらなかったことについては。だからちょっとずつ世界史やろうとか思って、何年か前から世界史徐々に学ぶようにしてます。うん、世界史以外はやったんですよ僕ね。日本史やって、倫理やって、本当よかったなって思ってますね。今こうやって話させてもらってますけども、やっぱり世界の人たちっていうのは幸せって何なのかっていうことですよね。死ぬほど考えてるわけなんですよ。それはソクラテス、プラトンから始まって、ニーチェだって、デカルトだって、ヘーゲルだって、幸せって何なのかっていうことですよね。彼らはむちゃくちゃ考えて、これがこうだみたいな答えをある程度示してくれてるわけなんですよね。それにのっとって、あ、そうなんだなっていうふうにして喋ってます。倫理って科目あってよかった。それはなんとなく書いてるからですよ。もちろん全部書いてないですよ、一部ですよ彼らが書いて。でもきっかけにはなるじゃないですか。そう、さっき言った人はなんで生きてるかってことを現代科学では解き明かしてません。ただこんな学問も学んでなかったらなんで生きてるかってこともですよね、きっかけはつかめないわけなんですよね。僕はみんなぐらいの年齢の時に、なんで勉強してんのかなみたいな思ってる時ありました。でね、例えば大人は言うわけなんですよね。いや、はっきり言うと母親にこう言われました。いや、だみんなが、あなたがさ受験勉強でやってることなんて大人になってから使わないわよって、ね、三平方の定理もサインもコサインもタンジェントも別に使わないわよって言われたことがあったんですね。そうかと、だったらなおさら何の意味があるんだろうっていうふうにして思いました。でもね、数学だってそうです。物事を筋道立てて考えるみたいな力っていうのは数学を通じて学ぶことができますね。順序立てて考える力ですから、なんでそうなってんやろうなみたいな原因をつかむ力っていうのは数学ですからね。で僕はね、南極老人から教わったんですよ、それを。勉強は必ず役に立つって。で僕は15歳ぐらいの時から占い師になりたいと思ってました。で南極老人もずっと占い師やってました。で占いするとね、いろんな方の相談に預かります。でその中には会社経営者の方もいる。例えば会社経営者の方が喜ぶのは、さっき言ったみたいな日本史、世界史、倫理の話だったりするわけなんですよ。もっと言うと占いって何なのかってことなんですね。確かに怪しいって思う人いますよ。でもね、今でこそ
科学とスピリチュアルっていうのは分離してますけども、これはニュートン以降の話です。ニュートン以前どうだったのかって、ニュートンってむちゃむちゃスピリチュアルな人ですよ。ゲイツだってスピリチュアルな人です。っていうか1800年以前の有名人っても大体ほぼスピリチュアルなんですよ、全員ね。科学とスピリチュアルっていうのは分かれてません。それが1800年以降、産業革命以降、科学は科学っていう風にして切り離してあったわけなんですね。科学って何なのかってことです。この科学とか生物とか物理の共通項は一体何かって言ったら、いつ誰がやっても同じ実験結果が出ますねっていうのが、こういった科学的っていうことですね。でも最近の最先端の科学とかだったらそうでもないってなってきてます。量子力学、そういった世界とかだったら、いつ誰がやっても同じ結果だけではなくて、条件とかそこにいる人間の心理状態とか波動が違えば結果って違ってくるよねみたいなのが最先端量子力学ですね。でもこれって何かスピリチュアルなんですよ、もはや。その人の波動が影響して実験結果にも変わってきますよみたいな世界です。だからそれはもはやなんか最先端ではなくて最古に戻っただけなんですよね。ね、で今ですよね、この現代科学がずっと進化していって、いつどこで誰がやっても同じような結果みたいな風なものが広がってきてるわけなんですよ。マクドナルドってそうでしょ、いつどこで誰が作っても同じじゃないですか、味じゃないですか。なんでこれ切れてんのこのおっさんはって。ガストだってそうでしょ、サイゼリアだってそうでしょ、いつ誰がやっても同じ結果って、学校の教育だってそうでしょ。でも本来学校の教育だって先生ごとによって違って当たり前でしょって思うわけなんですよ。だって先生ごと一人一人違うわけですから、みんな個性が違うし性格も違うからね。みんなそうやって違って当たり前なんですけども、いつどこでやっても誰が同じようなものになるようにっていうふうにして戦後ずっと進めてきて、今も末期的なところまで来てるっていう状況なわけなんですね。まあ話元に戻します。それはこうやって科学生物物理とかっていうものが、そうすると学校的な勉強あるってことなんですね。占いっていうのは確かにスピリチュアルと思うかもしれませんけども、昔の自然科学です。だって科学っていうものがないわけですから、木って何なんだろうかとか、この空気って何なんだろうかとか、もしくは火って何なんだろうかとか、水って何なんだろうかみたいなことをですね、ずっとそれは何千年も前から考えてる方たちがいて、それって水ってこうだよねとか、土ってこうだよねとか、木ってこうだよねみたいなことが文献として残ってるわけなんですね。それを学んでるんです僕らは。でその水ってこうだよねとか、木ってこうだよねとか、土ってこうだよねっていうものって、人間の心とつながってるよねっていう学問が僕が学んできた占いです。これってでもこの現代科学と分離されたものではなくて、南極老人おっしゃってます、そういった古代の哲学思想を学ぶ上で科学の考え方、物理の考え方、生物の考え方、むちゃむちゃ役立ったってね。もっと言いましょう、つれづれ草ね。僕ね、ほんと人生で後悔してる。20代ほんと古典もっと読んどきゃよかったなって。もう後悔することはたくさんありますけれども、ただ一個僕20代の俺に言いたいのは、もっと古典読めってね。ほんと役立つからって、頼むから読めって。まあでも南極老人が言われてたんですけどね、言われてたけどなかなかやらんのが人生です。そっかって思ってたんですけども、あの時南極老人が古典をよく読めっておっしゃってた意味は今になってよくわかる。本当、枕の草子じゃなくて、枕の草子もそうね、新古今和歌集であれ、古今和歌集であれ、万葉集であれ、読んどいたらよかったなって思います。なんでかって、僕40歳ですけど誰も読んでないですよ。誰も読んでないけどむっちゃ大事なこと書かれてるね。誰も読んでないけど、誰、俺一人読んでたらもうトップ取れるでしょそれでさ。そんなもんなんですよ、誰もやってないですよ大事なことにもかかわらず。で50代60代になっては古典って大事だよねって気づく人はちょいちょい現れたりするんですけれども、本当大事なこと書かれてますね。でそれこそ幸せって何なのかみたいなことって、この時代から変わらないものって必ずあるわけなんですよね。2500年前にソクラテスがいて、そしてお釈迦様がいて、中国では孔子がいて老子がいてみたいな感じで入ってます、残ってます。まあ、だいぶ変わってもてるんですけどね、言葉としては。でもイメージできるじゃないですか、文献があったら、あどうだったのかなみたいなことをイメージしてほしいなって思います。そう、何かっていうとね、そうやって勉強すると知りますよね。知ったらちょっと分かるようになるんですよ。感謝、過去に対してありがたいなって思ってるから未来に希望を伝えてこってなるんですよ。そしてそれってちょっと幸せなんですよ。何時悔い改めよっていうことの本質はそういうことで、
今さこの次元でぐるぐる悩んでるかもしれへんけども、ここの次元から眺めたらお前悩んでることちっちゃなことやんけっていうことを、なぜか何時悔い改めよっていう言葉になってんのね。手ってまさに潜在意識の範疇やから手で考えないやんか。いや違う、実は手も考えたり手も思考したりしてるってことなのよ。